東芝の不適切会計問題で歴代トップ3人が辞任。 東芝が組織的に利益の水増しをしていた問題で今週火曜日田中久夫社長佐々木紀夫副会長前社長ですねそして西田篤人相談役この方はあ2代前の社長ということですが歴代のこの3社長が辞任を発表しました刑事の責任を認める一方で噂されたいわゆる不正の指示というものは否定をしております今刑事の責任を認める一方でって言ったあごめんなさい経営陣の経営陣のね、はい のだけどその意味では何にもも自分はは悪いいとは一言も言わないよねで言わないかというと、はい、まあそこが悪いって言っちゃうと経営陣じゃなくて刑事事件として、はいえー、それが裁かれる可能性が出てくる上に、うん、でもっとやっぱりきついのは株主に訴えられて「うん、俺が損壊いたのはお前のせいだ」って言って、はい、個人で賠償を求められる可能性がある。 あのね、うん、賠償認められたらそれこそあの全財産差し出しても足りないぐらいの賠償金になるから、はい、どんなことがあっても現地取られないようにのらりくらり、えー、だけど結局記者会見聞いてると、はい、全然悪いと思ってねえじゃんっていう一言で言うと <laughs> そういう全然悪いと思ってねえんだったらやめんなよっていうどこが悪いと思ってんだかさっぱりわかんないっていう。<laughs> こういう人間がトップになっちゃうような企業体質が。うん、だから優秀な人は他にもいっぱいいるんだろう。だってなんせ東芝だからね。うんはい、東芝といえば。東芝といえば、私は思い出があります。私が子供の頃、あ、はい、った唯一の。 家庭電化製品であるところの電気窯は東芝製品でございました<ー>当時は東芝といえばですね、うん、家電も含めて家電充電、えー、家電から充電まで、うんね、ちょそのあとちょっと、うん、まあ電化製品っていうとパナソニックまで言うとナショナルかソニーかっていう時代になりますけどその昔はなんちゅうたってあなた、はい、東芝日立は別格ですからね。うん 東芝日は別格ですよ今でも東芝日立となると両方とも原発やって、はいね、充電もやって家電もやってっていうところの、まあ、巨大企業で、はい、従業員20万人だからねすごいですよね20万20万人関連会社の,の裾野田の入れてってそれで東芝で飯食ってる人間が一体何人いるんだっていうとうものすごい巨大企業のトップが。<笑><笑> こんなやつかとなんだこの裏占りみたいなこのひょうたんみたいなひょうたんに敬意したみたいな。なんだよ。えっちょっとオンエアでそういうこと言うなよ。今日だから今のとこちょっとだ今のとこ切といてね今のとこね。今とこ。打たれるよこれ迷惑そんなそういうこと言うと。適切発言ですよ。適切発言だよ。これなんでそんなことになったかっていうとリーマンショックで辞めた西田っていうおっさんがやね佐々木っていうのに社長は渡したんだけど社長は渡したんだけどこの西田というおっさんは。 とにかくこれは財界総理になりたい うん財界総理になりたい財界総理ねあの財界総理になりたいっていうのとあの海賊の王様になりたいっていうのとワンピースですかまさか海賊王に俺はなると財界総理に俺はなるとどんと心理的には一緒だよねでも手足がゴムじゃないから伸びないっていう伸びませんよ誰がワンピースの話しろって意外と知ってますね意外とワンピースワンピース私詳しいです先週の土曜日 US スジで、ワンピースのショー見ましたから。あ、なるほど。あ、今やってるわ。つい、そのショーはね。感動ものですよ。<ー>あ、そう、万来、この、このワンピースのショーで言うと、<laughs> あのルフィが。少年時代に、海賊族を目指した時に3、三人<ー>兄弟のちぎりを誓った。あの、こう、兄弟が出るわけですよ。よ、はい、これ、多分ね、一番上の子はね、その後、なんかって、命がなくなっちゃうかもしれないんだけど。なんか、この三人が、その子供の時の、ルフィを軸にする、その三人と、大人になった三人が。最、はい 最後の演出で一緒に出てくるの、ね、よ。 これが感動的になんだわよくできてるよでも海賊王になりたいじゃなくて財界総理になりたいと財界総理になるためにはね自分の出身母体が儲かってなきゃいけないじゃないか何<ー>でも儲かってないんだ佐々木ほら俺が社長にしてやったのになんとかしろってねでその佐々木っていうのがじゃ、はいまあまインチキするわけですよでインチキするっちゅうたってこれひどいよねだって部門長呼んであ あそこ部門の飯田君、はまあ飯田君じゃないと思うけど、飯田君、君のほう全然儲かってないじゃないかこれ。あんとかチャレンジ精神が足んないんだよお前。ね、ショックなって。なんとお前。とりあえずな、明後日までに百三十億利益出せ。え？だけどな、期限は明日だから。明日までに百三十億利益出せ。すごい。 百三十億ですか。これ本当にそういう本当にそう一日で百三十億の利益どうやってどうやだよ。社長が百三十億明日までにって言ってるぞ。どうした。何やるの出せ売れないですよ。売れたことにしないんだ売れたことにとりあえず今年がダメなら来年売れたことに。大丈夫だろ。来年再来年まで売れるだろう。大丈夫。それいけ。先に食っちゃうんだそれを。それで佐々木という社長はそれをやらかしてで。 この佐々木はあの自分で西田という人はついにああの経営でねあのね海賊王にはなれなかったんだよ。はい、海賊王じゃねえなななんんだっっけ総 <laughs> 総理で財界総理になれなかったで、はい、ほんで佐々木というのが本来なら会長になれるね筋道なのに、うん、こいつを俺西田というのは俺が財界総理になれなかったのに佐々木がなっていいはずがないそうだ こいつを会長にすると財界総理になるかもしれないから副会長にしとこうって <laughs> 副会長なら財界総理にはなれないだろう <laughs> <laughs> ということの順繰りで3代続けて社長が同じようなことをやらかしたという、えー、これあの日本の名だたるね東芝うちの電気が作ってたあのあのあの東芝が。 ね、情けないというか何というか、ええ、まともな人もいたんだろうにいるんだろうにそういうまともな人が出世できないっていう企業の体質がやっぱりあの全体の経営に、えー、も収益も含めて影を落としてるよなっていうのがう、まあ、この東芝という会社はなんですかその委員会設置会社という,そう,そう最先端のガバナンスをやってたはずが、うん、全く機能しなかった。それと同時にあの 監監査査っっってててて何何よいいう役したのでこの監査役っていうのが監査ができなさそうなキャリアの人を監査役に置いてるだけどそのじゃ監査役はしょうがないにしてもじゃ監査はこれだけの大企業は当然公認会計士のちゃんとした監査法人がしっかり監査してるはずなのにこんだけのことを長年やり続けてきてそれも1500億も利益を水増ししていながら監査法人が一切気がつかないなんてあるのかとじゃ監査法人って一体何のためにあるの っていうこれ日本の企業にありがちなんだけれどもみんななあなあで誰も責任取らないんでまあいいんじゃないの逆に東芝ぐらいの大きい会社だからもう文句言わない小さい会社だったらなんかやってるかもしれないし俺のとこ責任取らされると嫌だなと思うんだけどこれぐらいでかい会社になるとまあもう任しといても大丈夫だめべって監査法人もそう思うし監査役なんか監査の役を果たしていないし結局。 あのトップがやろうと思えば同じようなことは過去にいっぱいあって、はい、オリンパスで大問題になった、えー、あれ見てたはずなのにまだやるかっていうで出てきて謝罪会見に現れたはずの社長が一言もオラ「俺は悪かった」って言わない,わない悪,か悪くないけどやめちゃうもんねみたいな。<laughs>